じゃあ夏祭り関連で。ごめん。おい使われるぞこれ。シャミがとても可愛いです。キラン。オッケー。どうも皆さんおはようございます。グロミドの工房の白いきだしと。音符と。コメ生と。青いムーブです。コボラジはグロミドの工房が毎週月曜日にお届けしているラジオです。今日のメインパーソナリティは白い引き出しです。よろしくお願いします。白い引き出しでーす。はい、お願いします。ちょっとさ、葵さん今、うん、自分の自己紹介の時さ、モイムーブって言われた。思ったね。葵ムーブって言ってなかったよな。うん、青いムーブノイキャン、うん、みんなは多分ちゃんと青いムーブですって音が聞こえてると思うんやけど、あディスコね、うん、そこでそうディスコで通話しながら会話してて、うんうん、大きい声とか出すとね、ノイキャンで声が途切れるわけやねんけど、今完全に青いはモイムーブでーすだからさコボラジは黒みどろ工房が毎週月曜日お届けしてるラジオですからさ、よろしくお願いしますまでさ、あとちょっと髪かけまくってんねんか。なんならちょっと聞いちってるやんちょっと青さんもう一回だけ言ってもらしていい、うん、あ、オッケーオッケー、うん、俺だけ行けばいいの、あ、そう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 、青いムーブです、はい、行きましょう、はい、よろしくお願いしますあーおもろかった、完全にモイムーブやった、モイムーブやったな今モイムーブかな、あこれノイキャンかなまで頭まで回ったわ今、そうそうそう、うん、まあモイムーブといえばね、はい、熱くない最近、熱いね、気温が熱い、熱い、熱くてモイモイしてるもんな、ちょカレンダー見て、そういうこと、そういうこと、5月やでまだ、どこや、5月21日やで、あ言ってた、21日の日曜日の4時6分やで、暑すぎやろまあまあまあ、ね、だいぶ暑いな、ほんまに暑い、いやほんまにでさ、これ、うんうんうん、結構さメンバーも言ってくれてるしリスナーさんも前言ってくれてたんやけど、うんうんうん、真夏は暑い日が続いてるからみんな暑さに慣れてんねんけど、そう、うんうん、今はさう、ね、もう全然体が慣れてへんやんか、そやな、うん、確かに、もうなやばい、一昨日とかちょっとひんやりしてたやん、寒かったよな一昨日、ちょっと、うん、どういう天気悪くて、うん、全然上着必要みたいな感じやったよな、なんか一枚羽織ってみたいな、うん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 、それが今はもうじりじりね、半袖一枚でいけちゃうぐらいやもんな、この時間が一番暑いからね、うん、この14時から17時の間のこの時間が夕方にかけてな、ね、暑いね、やめてください、誰に言ってる太陽、まあ、まだちょっと早いよな、ちょっと早い、気が早い、うん、早い、ね、ちょっとあの天気ちらっと見てみていい？いいよいいよ、カーテン開けるってこと？うん違う、今天気予報あ天気予報続くね、あ続くか、暑い日が、うん、まあ、ちょっと涼しくなる日もあるけど、またギューンって今日ぐらいの暑さになる日が来るっぽい、はいはいはい、まあ、加えてしかも梅雨でな、雨来るからちょっとムシムシするかもな、あもうでんでんかいやでんそうね、でんとこか、でも出た方がいいんかなっていうことで、今回は家出るか出ないかのトーク、え究極の広げてみる、でん自宅かやってみるか、いやじゃあでんのは音符か、他出へん人いる、あ俺もでん、あ、OK、出へん、OK、青いでんで、ね、私もでん、白でん、うん、ほんな俺もでん、じゃあ米でん、よし、オーケー、じゃあこの出えへん選択をしたらこの4人で喋りたいことが今日あんねんけど、はい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 、何やって、あの夏、まあ7月とか8月とかね、夏、うんうん、楽しみにしてることとかやりたいこととかって何笑とんねん何笑とんねん、一旦でもワクワクしすぎやろ、夏ね、そんな夏好き、まあ好きやもんな夏、夏は好きやねん、日差しとかがすごい好きやねんけど、はい、でもな暑さとあとあいつがちょっと苦手やから、あーはい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 、ああ分かるよ、あ名前出すなよ、あはい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 、声から始まってみんなやつ絶対出すなよ、ジージーね、はいはい、もう終わったね、そう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 、だからちょっと苦手な面もありつつ好きな面もありつつやねんけど、うん、まあ夏って言ったら、うんうんうん、結構みんながさアクティブになるやんか、なるね、なるね、そうで、アクティブで外で遊ぶのも楽しいし、うんうん、まあ、なんか中で遊ぶ、涼しい室内で遊ぶのもさ、うんうんうん、また一つ夏の風物詩やなって最近思うから、
はいはい、まあ3人とか4人やな、私たちは夏にしたいことなんかあるかなと思って、今回はそれをね喋っていこうと思ってるんですが、はい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 、なんか何したいかな、なんやろな、まあ、さっき満場一致ででんって言っちゃったし、そうやねでんそうなんやな、うん、外出る、まあでも夏な、もう暑いのが嫌で、うん、汗かくのが嫌やからっていうのはあって、別にな、あの部屋の中から外見てる分とかには全然嫌いじゃないからそうやなあれなんやけどな、なんやろな、まあ、うんうん、なんやろ、私はね、なんか最近さ、うんうん、あの結構外のイベントとかが解禁され始めてるやんか、はいはいはい、あ、そうですね、ご時世的にもね、あいつおらんようになったからね、そう、おらんくなったわけじゃないけど、うんうんうん、なんかその夏祭り、はい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 、すごい好きでさ、うん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 、でもここ数年なやっぱご時世的にさ中止になってたりとか、なんか規模がちっちゃくなってたりとか、うんうんうん、そうね、が多かったから、ちょっと今年の夏は夏祭りがいろんなところで開催されるんちゃうかなと思って、はい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 、うんうんうん、確かに確かに、そうで私たち4人でさ祇園祭りってオフミドロ動画上げてるやん、うん、上げてるね、そうやし祇園祭りも楽しみやろ、そうね、私も行きたいな、8月ぐらいですね、うん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 、ね、8月いつぐらいだあれ、真ん中ぐらいかな、真ん中ぐらいかな、真ん中ぐらいか、うんうんうん、だしそれも楽しみやし、なんか地元とかでもお祭りあったりとかありますね、なんか知らんかったけど通りかかったら屋台いっぱい出てんねんけどみたいな時あるやん、あるある、あるある、あるある、そうそう、みたいなやつな、そう、そういうのをちょっと 狙いたいなと、あー、いいね、なるほどね、お、そうで、また4人でも行きたいしな、祭りは、うんうん、なんだ4人で行けるようになったしな、もうほんまやで、うん、あ、そうやな、そうやな、うんうん、あ、だから分かった、夏祭りで屋台とかで食べたいもん、うん、わーって買って、なんかどっ誰かの家で冷房を効かして食べよう、あー、いいね、最高や、大人の夏祭りするか、あー、もうそれです、うん、そうしよう、そうしよう、そうしよう、インドアに優しい夏祭りしよう、分かった分かった分かった、掃除しとくわ、うん、そうやねん、音符の家やねん、絶対オレンジやん一番近いな、うん、そう、なんか私は夏祭りが楽しみ、はいはいはい、うん、いいね、いいね、楽しみやな、うん、うんうん、うん、他誰かある、楽しみなこと、じゃ夏祭り関連でごめんおい使われるぞこれ、くしゃみがとっても可愛いです、おい使われるぞ、キラッ、 OK 使います、俺使われたから、今の俺のもう全部入って使われます、あー、そこまで入る、あー、なるほどね、ごめんごめん、誰か、じゃあ夏の楽しみなこと、じゃあお米はなんかある、そうね、夏祭り関連で言うて、そう、僕もどうしようかなと思ったのが、うんうん、あのマイクラの夏祭りが楽しみやなってちょっと思ってて、はい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 、今までさ、いいね、したね、そうそう、2年前はな、黒みどろ村で夏祭り自分らで用意してやったし、うん、ました、そう、去年はね、招待されたし、はい、そうね、うん、ありがとうございました、ね、本当にそうね、めちゃくちゃおもろかったし、おもろかったな、超楽しかったな、どっちもめっちゃおもろかったし、あれやりたい、あれ導入しよう、あれ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 レベル高、あれごと高いで、葵が合宿に行かなあかんかもしれないそうやな、ちょっと夏合宿行ってくるわ、うん、でなんかここ2年間な、毎年やってるから、うん、今年も何かできたらなって思うし、はいはい、それこそな、ファミリーサーバーとかが設立されたから、うん、ファミリー交えてな、なんか夏祭りとかできたらいいなって やりたい、いいな、あるやん、絶対おもろいやん、学校があるやん、もう学校といえば夏祭りでしょ、えそうそうかないや、夏休みか、夏休みやね、そう、夏休み、まあでも学生の楽しみでもあるかもな、そうね、そうね、そうね、はい、あるしな、学校休みやけど夏のこの期間明けてなんか地元の人たちが集まってさ、お祭りっぽくしてくれる学校とかあるから、あったね、あったね、まあ私と音符のとこの小学校やね、へえ、そんなんあったんや、そう、あったから、へえ、まあなんかそういうファミリー関連を交えて夏祭りができたらなって思うかな、僕は、偉いです、ね、これは期待しといてくださいってことじゃない、じゃあ待って、そろそろ準備しないあかんのちゃうか、うん、ちょっと今だとみんな、ね、あの打ち合わせしよう、打ち合わせ、夜中まで、夜中までね、また始まるか、打ち合わせタイム、うん、やるか、よし、よし以上じゃあ覚悟決めた音符は、夏楽しみなこと、いや、そのね夏祭り、うん、
まあ、もちろん、まあ、覚悟決めますけど、うん、やっぱ夏といえば他あるんじゃない、うん、まあ、もっといっぱいあるけど、今お昼やん、夕方、お昼から夕方に相手の、はいはい、あの夏祭りよ、その後、その後よ、うん、お夕方からの夜よ、おお、セイホー、花火大会や、あ、へえ、はい、そう、ハンドル外した、お化け屋敷あ、違った違った、そう、お化け屋敷をやりたいんだけど、俺はお化け屋敷嫌いなので、はい、今年もやっていきましょう、無理やりつなげました、12時間夏祭りじゃない、間違えました、12時間耐久ホラーゲーム配信、12時間夏祭りっつったな今、はい、また今年も、まあ、毎年のね恒例なんで、はいはい、今年もやってきましたと、そう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 、頑張れよ、頑張れよ、またね、あのメンバーの、まあ、今回は今まで俺一人が結構主軸でやってたのが多いんですけど、いや、マジ応援してる、マジ応援してる、今回は本当にメンバーもプレイするっていう形の、ホラーゲームの配信をしようかなと思ってるので、夏、海外にいるからな、私、そばから祭り行きたいんだ、日本な、ごめんな、祭り is Japan やろ、だって祭りで忙しいし、そやな、俺ら祭り忙しいから、うん、そやな、ちょっとな、俺ら応援しとくかな、俺ら脱退ということで誰がどういう状況、誰がどのような経緯で3人脱退で、あ、学あ、こっちがか、なるほどね、あ、なるほどね、一人でやっていくんや、あ、なるほど、だ、達者で頑張ったな、応援してるわ、解散しちゃったいや、12時間でいいの、え、20時間、20時間でいいの、え、でも俺2日連続で24時間したことあるから、2日連続で24時間、あ、2日で48時間足して24時間、あー、あー、ね、はい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 、まあね、まあ去年その前よりもさらにランクアップ配信、なんか安心さ、スクスクルケットからパッと分からん分からん、報告が出てるよ、変わるよ、まあ翻訳させていただくと、去年その前よりもランクアップした配信をしましょうってことで、お楽しみ、まあ、はいはいはい、楽しみ、楽しみにしといてもらわないとね、ね、いいね、いいね、帰ってきましたね、12時間、うん、そうね、毎年なんか巻き込まれそうになったけど、ギリギリセーフだったな、巻き込んでます、危ない、はい、巻き込んでますああ祭り忙しいから、なのでリスナーの皆さん、あのマシュマロの方でね、あの4人でやるホラーゲーム、そして誰に何やらしたい、やっそいっていうホラーゲームお待ちしております、いいんか、大丈夫、うちのリスナー、リスナー分かってるから大丈夫よ、うん、大丈夫か、うん、これを音符さんに、あとこれを音符さんに、うん、あとこれ音符さんにやってほしいです全部音符や、うん、でマシュマロをねお待ちしてます、うん、あげされは見ないです私が送りつけるわ、まあでも私さ、うん、去年あのお披露目配信の後にホラゲしたんやけど、うんうんうん、あれ確か6月の17とかなんか真ん中あたりやったんや、だからもうちょっとで1年経つねんか、考えるかいね、あ、やったね、やるってことだね、お、ありがとうございます、いやー経つなほんま、あ、ね、6月5日の結婚記念日の日に2人でホラーゲーム、あ、いいですね、はい、葵さん何がしたい、ん、いや怖っ怖い怖い怖い、マジで怖い、バトン怖っバトンの出し方、やっぱり瞳開いてるよな、うん、絶対下から顔覗き込んでんねんな、うん、バトンの渡し方、フェンシングの人やった今びっくりした、俺か、でも確か葵何がしたい、うん、葵何したいの、あのね、こんだけ考える時間あって全然出てこへん、うん、あ、なるほどね、まあ、これでもこれから何でもできるやんじゃん、夏生まれな男なわけなんですけど、そうや、まはいはい、確かに、ほんまや、誕生日はあるな、誕生日企画はちょっと何かしら考えてやりたいなと思っているわけなんですが、はい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 、あとやりたいことなんかあるかな、俺らとやりたいことなんもないの、ないの、私と行きたいところは、お、それはな、ちょっと詳しく白石通り行って青井さん、オッケーオッケー、外すようにする、席外させるんや、何してんの、サプライズかな、サプライズかな、いいな、言っちゃおうかな、あー照れちゃうな、サプライズなんておめえじゃねえよなんでお前どっちかっていうと誕生日があるからされる側やねんけどな、それはそう、あ、お待ちしてます、どんなことされたくない、されたくない、逆にね、そう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 、なんか盛大なサプライズ苦手やな、あのフラッシュモブとかさ、ヒューバーン
青いムーブ、ムーブ誕生日あ、見バレです派手に、いや苦手やなそういうの苦手、なんかあのビルのさ電気を消したりつけたりで文字みたいな、はい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 、なんかよくあるやん、あ、はいはいはい、フラッシュモブでさ通行人かと思ったらみんなに祝われるみたいな、うん、もうマジで案内されたら気まずすぎてちょっと ごめんなさい帰りますみたいなあ、さりげなくがいいってことか、まあまあまあ、分かった分かった、ちっちゃければいいって話や、青井さんが言ってるのはだいぶ規模がでかいから、うん、そうやな、キュッてちっちゃくして、うん、家の中でやったら家の中で、何やって家の中で、家の中でフラッシュモブやるってこと、いやいや俺らや、知らんおじさんたちが私たちがペンライトを持って一生懸命文字を書くからあなるほどね、あなんて書いてんのかなみたいな、あれはフラッシュ長めに押して、はいはいはい、カシャンって撮った時に文字が浮かぶみたいな、あなるほどね、はい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 、にしよっか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 、全部言っちゃった、言っちゃった、ちょっとしたホームパーティーやねんな、やってる、でもほんまにこんだけ喋ってさ、うん、俺なーってならへんってことはほんまにないんやな、ないんやな、ないんやな、これしたいなーみたいな、行きたいなーとかじゃないとあれやぞ、青インチで吸い替わりすんぞ僕がやめて私の家でもあるからそうやねんなダメよ、よっこしてっつっていいね、なんやろなー、よくねえよいいね言ってる、まあでもちょっと、うん、いや行きたいくはないか、あよ言え、夏フェス、あはい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 、なんか久しぶりにライブに行くっていうのいいなと思ったんやけど、うん、全然途中でくたばりそうやなと思っていやまあな、暑さがな、まあ、もう危険やからな、うん、多分全員くたばると思うよ、どっかで一回そうやな、うん、一旦逃げようっつって、ほどほどになんかゆっくり楽しめる、はいはいはい、野外ライブみたいな、うん、フェスみたいなドーンってやつじゃなくてもはいはい、青井さん、うん、盆踊りがいいわ、青井さんには盆踊り、あ盆踊りがいいかもね、涼しくなってきたところぐらいでジャパニーズスタイルフェス、うん、そうそうそう、まあダンスみたいな前もな、踊りやし、はい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 、絶対踊らへんやん、絶対踊らへんよ、なフラッシュ見に行くんやからライブやろ、だってあ確かにね、こっちお客さんやから見に行くのよ、盆踊りは見に行くんやん、そういうこと、うん、青井さんライブでも企画したら、あーなるほどね、久しぶりに、あまあ外でもいいし、なんかねクロミドロで企画作って、はいはいはい、うん、それこそなんか夏フェス企画って言って歌うま VTuber さん声かけてみたいな大型企画もありか、いやし、うん、ファミリー内全員でもいいよ、あーなるほどね、いいじゃんいいじゃん、じゃあ久しぶりになんか企画するのはいいかも ね、うん、ねあの全面バックアップできるよ、確かに、いやまあなんか俺らも歌わなあかんけどな、まあ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 運営に回る、俺らは冬の姿だって終わりよ冬やば、夏に暑っまあでもでもでも確かにね、うんうんうん、そういうのをちょっと久しぶりにやるのもありかもしれないですね、何も決まってんのかな、歌見た企画してよ、うん、それで歌見たね、うんうんうん、ってことは今からやらなあかんな、ねあってことはもうやっぱこの後やっぱ話し合いです、うん打ち合わせしょ、そうね夜中まで日付変わるまではマストで、そうねやろっか、うんうん、オッケーオッケーオッケー、はい全然いけますけど、やばそう、じゃあおつみどろのお時間にしましょう、じゃあもう行こう行こう打ち合わせ行こう、そういうことね、もう行こう、オッケーオッケー、じゃあまとめると私は夏祭りが楽しみやし、お米はマイクラのね夏祭りというか夏の企画が楽しみやし、うんうん、音符はホラゲ12時間、うんうん以上が以上かが楽しみやし、うんうん、青はなんか夏に企画をね、そうね、はいはいはい、てかラップ作りや、ラップ続き、ほんまや、ほんまや作ってや、待ってる待ってる、作ります、待ってるからさ、絶対俺らの名前でいいもんでな、うわやろうと思ってたあてうわやろうと思ってた、もうすでにな俺らの関係性ならラップやもんな、あれなんならあのすでに3人の名前で踏んだ印はもうある、おー楽しみので曲のどこかに入るかもしれませんね、いいね、お楽しみ、楽しみ、楽しみ、何やろ、白い引き出し、いおいいいあい、うわいいばっか、ポロンオンプルンポロンピロン探し方おかしい人いる知らんそのラップ知らんな、新しいタイプかもしれん、いいね、それは葵のさ、完成なりなんなりはツイッターを見ときゃいいの、うん、
さをね、ツイッターで告知して YouTube に投稿するんじゃないかなと思われます。うん、だって来月中にはできるって言ってたもんな。そうね、来月には出そうから。寝かしすぎてもなんか熱冷めちゃいそうだし。そうやな。いいね、いいね。熱あるし。うんうんうん、じゃあ夏の楽しみは今喋ったけど、夏前の楽しみはそれにしとくわ。取ったことでいっぱいありますね。うん、やったぜ。お楽しみに頑張って生きるわ。行きましょう。やったぜ。はい、というわけでそろそろおつみどろのお時間となりました。実はこぼラジはね、お便りも募集しています。はい、内容は、質問でもいいし、リクエストでもいいし、お悩み相談とか、結構いろんなジャンル、何でも、募集してるので、よかったらね、概要欄にあるマシュマロのリンクからお気軽に送ってきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまた来週の月曜日にお会いしましょう。本日の相手は白いキダシと、オンプと、コメダマと、青いムーブでした。せーの、アスミダロー。